まあ、友達が男の子しかいないような活発な子供だったんですけど、まあ、その友達がみんなちょっと入ってみる見よっかっていう話になって、まあ、特にサッカーをやりたかったわけではないんですけれども、まあ、みんなが入るっていうので、まあなんかその場のノリというか、まあ、勢いで監督に入部届を持ってったら、まあ、女の子でもやるのっていうことを聞かれたんですけれども、まあ、やりますっていう話をしたら、まあ、快く受け入れてくれたので、まあ、それが全ての始まりだったんですけど、まあ、女子の場合はとにかくやる環境がなかったので、まあ、今のようにその越境入学をしてサッカーをやるのはどこにもやる場所なかったですし、まあ、平日は学校行って帰り、まあ、30分ぐらいかけて自転車で男子校に行って練習をして、で週末はまあ東京に通うっていうような生活をずっとしてました。まあ、福島はやっぱ雪が降っているので、まあ、母親が遅くなって迎えに来てくれて、まあやっぱ福島に帰ってきたなっていうことをすごくそういう時には強く感じたり、まあ、田舎から早く出たいっていう思いと、やっぱり自分のふるさとであるなっていうのを、まあ、両方感じながら青春時代というか学生時代を過ごしてました。いや、福島自体がやはりこうスポーツがあんまりこう盛んじゃない場所だったので、もうまず最初はなんで福島にできたんだろうっていう思いがありましたし、まあ、自分自身はそのもう選手としても終盤だったので、なんでこのタイミングなんだろうっていうちょっと残念な思いもあったりしましたけれども、まあ、そこを拠点にいろんなものがいろんな人のこう力が合わさっていろんなものがこうつながっていけばいいなというふうに思いました。まあ、母が一人で福島にいて、まあ、なかなか連絡が取れなかったので、まあ、初めなんか何が起きているのかちょっとわからない状況、まあ、いろんな被害がこう広がっていく中で、まあ、どんどんこう福島が大きな、まあ、災害とか事件というかに巻き込まれていってしまってるなっていうのは、なんか少し離れた場所で感じていて、まあ、何もこうなかなかできないのことに対してはもどかしくはあります。まあ、本当にトレーニングをしてこう汗を流したグラウンドが、まあ、トラックや、まあ、物を運ぶためにこう、まあ、芝が本当に踏み潰されているのを見たときは、まあ、すごいショックでしたし、まあ、そういうふうにせざるを得ない状況になっているということは、まあ、画面から本当深刻なものは伝わってきてました。まあ、施設も充実して作られてるってことを聞いてますし、まあ、よりサッカーに集中してできる環境がを作っていただいたと思うので、まあ、また福島に帰ってトレーニングできることは楽しみにしてますし、まあ、本当にいいトレーニングができるようにまた一層頑張らなければいけないなと思います。まあ、とにかく選手がベストパフォーマンスを出せるような状況に持っていくっていうのは一番大事だと思いますし、まあ、それはもちろんやるからには一番を目指したいと思いますし、ただあんまりそこにばかりこう行くのもなんかすごく単純すぎるような気もするので、まあ、チームが、まあ、一つになって戦えるっていう風になっていければいいなというふうに思います。チームっていうのは、まあ、一人一人がやはりこう
チームのためにという気持ちをこう持ちながらやっていってこそのものだと思うので、まあ、選手一人一人が気持ちよく力を発揮できるように、また私自身も努力していきたいと思います。